ライフハッキング JP の堀です、今日はこのキーボード と、ケースのセットで iPad に取り付けて使う、ザグフォリオを紹介したいと思います。こちらのキーボード Bluetooth で接続するんですけれども、ケース、これがスライドして iPad が挿入してあるんですけれども、もうこれほとんどノートパソコンですよね。こうやって開いたり閉じたりして iPad をセットして使うことができるという、そういう、ものになっています。で、これが結構今夢中になっていまして、ものすごく文章を打つのが早くなります。例えばここに、もうすでにホームボタンがあって、一瞬でアプリの切り替えなどを行うことができるというのもできますし、こちらの検索窓をすぐに呼び出したり、こちらの方にカット&ペーストの、キーも置いてあるので、すぐに、文章をカット&ペーストして貼り付けていくことができると。あとですね、一番嬉しいのがこの左下のこのキーで、国際キーボードの、日本語と英語の切り替えみたいなところがキー一つでできます。 iOS 5になってからすごく重くなりましたよね、この切り替えが。なのでキー一つでできるのがとってもありがたいです。で、これを使ってて、じゃあノートパソコンとほとんど変わらないじゃないかと思われるかもしれないんですけれども、何かちょっと違うなっていう感じがします。触れていると、ものすごくシングルタスクに向いてるんですね。例えばブログを、書いてるんだったら、こうやって、ドリキン散策の、ドリ D パッドを使って、書いていくと。例えばこんな形で、日本語を打っていくと。でこういうふうにやってるうちに、ノーティフィケーションで、例えばツイッターで何か誰かがメンション飛ばしたよみたいなのが出てきたら、すぐにこうやって、ツイッターの方に移って、それを確認することができると。なんかこう、一つ一つのアプリが非常に一つのことに長けているので、それをこう、バンバン切り替えながらやっていく感じがします。だからノートパソコンに比べて、すごくシングルタスクで仕事を回してる感じで、生産性がすごく上がった気がします。で特に、ファイルを使わないものですね。ファイルをたくさん作ったりして、いろんなところにアップロードするというものは当然 iPad ではできませんので、ファイルを使わない文章をただただ書いていくとか、ブログを更新するとか、そういった作業に関してはものすごく、効率が上がるような気がします。一つだけ、注意点なんですけれども、こちらの、キーボードのケース。こうやって閉じると、ここのところがちゃんとマグネットで、iPad の電源が落ちるようになってはいますけれども、時々ちょっとここが甘くなってたりするので、その場合だと電源がつけっぱなしでほっとかれる状態になりますので、バッテリーを消費してしまうなんてこともあります。一応ちゃんと、スピーカーの穴もついてますし、カメラの穴もちゃんと開いてますし、イヤホンのところにもアクセスできますので、この状態で iPad のすべての機能を楽しむこともできます。で、この大きさですから、撮れるカメラバッグにも入れて持ち運びができるということです。ということで、すごく今これを夢中になって使っているところです。ザグフォリオでした。